こんばんは。今回はスターストームミューヤを使っていこうかなと思います。結構ね、いろんな動画でたびたび紹介したりとか、あとはすでに使ってる人もいるので、もしかしたら知ってる人も多いかもしれないんですけども、動画としては上げてないなと思ったのでちょっと使っていこうかなと思います。ということで、どうぞ。シャルか。シャル、公園シャルって、久々に見たな。シャル誰メタなんだろう。降臨闇とか、マナなんだろうな。とりあえず、初手は頑張りましょうか。前に詰められるのが一番怖いからな。スライスだろ、絶対。いや、分かってても、足が遅すぎて間に合わんね。春。ん？端っこに寄る。いや、もう狙ってんな、これ。はいはいはい。これはさすがにバレバレですよ。ほい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 。SS。そっちから入ってくるが、まだストーン向こうないはずだから、一旦イロハ打ち、で、責任取らないから、こっからミュウエにパスかな。はい。ストームでとりあえず、なんとか。フラットサーバーちょっと打てない。怖すぎる。はい。で、SS を打ち。はいはいはい。いやー、危ね。はいはいはい。箱に入れーの、オッケーオッケーオッケー。血縛りつけば一番いいんだけども。打つしかないか。ほい。あ、でもそっか、まだ不良向こうついてないのか。じゃあ、フラットサーブ打っても大丈夫だな。危ね。はいはいはい。あ、そっか、ついてないなら、じゃあ、邪神ハル打っとこう。ほい。はい。これで SS はちょっとしばらく打てませんと。これで時間を稼ぎながらですね。スターストームの封印との相性はかなりいいですね。邪神春だけ親和性がかなり高い。ループしなくなればね、こんな感じでご利用すこともできるし、いいっすね。 OK、 また時間稼いで、はい、雷も怖くないと。うわ、つえこれはつえな。はい、アイリス春になんかオルタつけてるな。で、黒子とオルタラケね。春はなんか黒子対策で使う人もいるっぽいですね。カウンターできれば改変もできるしね。まあ、初手は、これでいきましょうか。いやー、ちょっと待って、やばい。いきなりピンチなんですが。まだなー、イロハにパスはできんなー。ちょっともう一点頑張ってもらいましょう。いや、足は遅すぎ。このキャラ、足遅いなー。はい。ガン詰めしてくるのね。なるほど。スマッシュ。多分横にやってくるかな。ほいほい。ココロブ。いやー、えぐすぎねそれ。外側抜けんのはえぐいな。じゃあ一旦イロハ打っときましょうか。 SS S1 かそれ。はい、後ろ下げて。いやー04ね。まあでもこれで相手束縛できたから、OK。ここで SSS 貯めて、危ない。よし、これでとりあえず、出てくるかな？多分引っ込めるよね。あ、引っ込めない？じゃあ血縛りでなんとかしようか。はいはいはい。血縛り食らったんで飛べませんと。はい。一応 S1 のテレポートショット自体は打てるんだけど、もうワープできませんと。で、なんかなんかバグってね。時止めできなかった今。やばくないそのバグ。アイリスが。まあいいや、じゃあこれで、今君血縛りで飛べないので、あ、飛べるんだ。はいはいはい。ただ、もう一回血縛りがつきました。瞬間移動あるからね。全部取れるのはマジで偉いっすね。はい。ほい。はい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 。魅了も意外といいね。はい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 。イエーイギミック聞くのがマジで偉いな。スマムコとかもし履けちゃったら、あれかもしんないけど。まあ、こうなるよね。マジでミュウエ強え。お相手もミュウエっすね。ミュウエ、M 後継者、黒子。黒子率高いっすね、結構。あからけあからけアスラとかじゃないの？あからけなんすか？あからけって効果乗ったっけ？ M 後継者乗んなかったような。ギア変え失敗した感じですか？忘れてた感じかな。ほい。ほい。危ない危ない。はいはいはい。横からさえ来なければまだ、フラグ回収早くない横から来ればまだ取れるって言おうとしたのに、早速フラグ回収したわ。はいはいはい。はい。とりあえず責任を取ってもらって、これでもうミュウエにつなぐ準備は完了ですと。まあいつでも S1 で抜いてもらっても構わないんですが、はい。これもちゃんと取り、おっそ！はい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 。ここで、じゃあミュウエに。このなんか交代封印がマジで偉いんですよね。交代させない。ここで、はい、SS を打ち、はい、血縛りになってくれ。あ、なった！おし！血縛りになったので、あ、魅了も偉い。はいはいはい。よしよしよし。これで M 後継者が足りに来ても大丈夫。はい、ミュウエ。ミュウエミラーはマジ地獄。この対面はやっぱり、いかに箱に入れるか。先打ちできた方がもうほぼほぼ勝ちね。これは。あとは、ジャストとかは基本的に真ん中狙うとか。はいはいはい。どうする？ M 後継者出すか？出せねえよな。じゃあこっちだな。はい。はいはいはい。おい。SS！ よし、OK！アイドル使ってったわけなんですけども、まあ、実際に今でもね、使う人がいる通り、普通にガチなんですよ。やっぱただでさえね、スターストームが強いのに加えて、リフレクトショットもただでさえ取りにくいわけじゃないですか。バックを警戒しつつあれを取るっていうのはね、なかなか無理なので、かなり強いなぁと思いました。単純にね、イロハが、相手がね、責任取らない場合、ゲージが 100% 返ってくるので、まあ、そういった点でもね、相性がいいっていうのもあります。ただ、これはちょっとね、マナが減ってくれたからできることであって、もし怖いのであれば、この闇の王子の枠を、まあ、もっと倒しやすいキャラ。黒子とか持ってるなら、まあ、黒子とか入れてあげると、もっと安定するかなとは思いますね。人質は所定役で一応入れたりはしてます。はい。まあ、こんな感じになります。で、最初はルーシェだけにしてて、まあ、ルーシェっていうかハゴイタですけども、ハゴイタにしてて、途中から邪神ハルにしたんですけども、まあ、試合中も喋りましたけど、オートスキルの方で魅了を回復することができるんですよ。魅了を回復すると何がいいかっていうと、ミラーで強くなるんですね。一応ギミックの方がやっぱね、魅了を付与することができるので、その魅了があるとね、箱に入れらんなくなっちゃうんですよ。ダイレクトになると。それがあるとね、かなり不利になるので、もしミラーを意識したい場合はありかなと思います。やっぱ今ね、黒子対策で入れる人結構増えたので、ミラーすることも増えると思うんですよ。なので、これはぜひともおすすめですね。まあ、当時からおすすめはしてたんだけど、当時は、まあ本当にそんなにいなかったから、ミュウエ。あんまり流行んなかったけど、今、改めてちょっとおすすめしときます。シューズは一応軽減履かせて耐久できるようにしてます。これないと割と枯らされたりするので、これ大事かな。あとはまあ、試合中もやりましたけども、スターストームで封印してからのそこから改ざんでやっつけるとか、まあそういったこともできますし、かなり嫌がらせはできるかなと思いますね。ただこの編成の怖いところはあれかな、アナゼが怖いことですかね。後打ちできればいいんですけども、先打ちしちゃった場合はストーム乗り換えられて、で、ミュウエもアナゼきついので、まあ、アナゼメタを入れとくといいのかな。一応自分闇入れてますけども、闇どうなんだろうな。ドロップで飛びつかされて SS で決められるとかあんのかな。一応闇にしてますけども、もし怖ければもっと倒しやすいキャラの方がいいのかなといった感じですね。はい。これ結構ガチです。もう普通にタワーでも使ってる編成なので、ぜひとも使ってみてください。ということでここまで。ありがとうございました。お疲れ様です。